はい、速っかの暗号通貨ニュースですまあ、ついにですね、ゴールドマンサックスの暗号通貨の世界の方に入ってきましたねこれで大きな資金がドカンと入ってきて、えー、上昇相場がさらに加速するんじゃないかなと思われる 7 8 9月になると思われます私はね4、5、6月は、まあ、いろんな既存の暗号通貨に数々の小さな動きがあってそれが顕在化するのが7、8、9月だと思うんですよね7、8、9月には大きな動き伸びが出てくると思いますし、まあ、ADA にしても XRP にしても私がねこの2つは大きく値、ね、が動くだろうと思われている XRP と ADA なんですけども、まあ、かなりですね7、8、9月に インパクトをつけるのかなとといいうところでございます、まあ、その他にもニュースが入ってきたてのはテレグラムですよね、テレグラムというのは私が ICO というのはほとんどがあまりうまくいかないんじゃないかなという中でも例外的にかなりいけている ICO なんですよね、まあ、その他にも何点かあるんですけども、テレグラムというのはすでにですねセールスを終了パブリックセールス中止しているんですよね。 もうすでに十分な資金を調達したんでもう OK ですよってことらしいんですけどももう今、ですねパブリック ICO が中止されていて、まあ、プライベート ICO で十分な資金調達をできて、えー、プライベート ICO での資金調達額が累計で1870億円集まったよってことなんで、まあ、すごい金額集まったなと思いますけどもねじゃあこれが今度テレグラムが実動すると どんなななこととになるのかなと本当にこのテレグラムのです、ねえー、もう ICO に参加された方は本当におめでとうございますということでございます私の方にもお誘いは来たんですけども、まあ、やったかどうかはね参加したかどうかはちょっと内緒なんですけども私はほとんどの ICO に、まあ、本当に気持ちが入ってるわけではありませんあの否定的と言ってもいいぐらいあんまり前向きではないですよね、まあ、というのが現実的に81%は最初からもうなんかこう <laughs> まあまがいものというふうな、ね、データも出ている通りなんですけども、どうもですね、上場してもうまくいかないんじゃないかなっていうのと、上場する前に終わるんではないかなっていうことが、まあ、見え隠れする、私の判断ですけどね、ということなんで、私、ICO はあの、今まで私ね、暗号通貨ニュースって3年近くやってるんですけども、この ICO いいですよって、紹介したものってのはないと思うんですよ、まあ、ほとんど放送の中でも、ICO というのは出してきてないぐらいなんで。 他のの多くの、ね、暗号通貨系の情報発信の方っていうのはもう ICO ばっかり紹介してますよねこれがいいよあれがいいよそれがいいよとこれが絶対だよとかこれが1000倍だよと1万倍だよって言いますけども私はそういうの全くないんですよ ICO ではなくてもうすでに流通してる通貨の中で選んでも十分私たちの人生を助けてくれるぐらいの、まあ、大物がありますんで ICO ってのは言ってみればパーになる可能性が高いんですよパー <laughs> ゼロになる可能性が。 ゼロになる可能性が高いけども、万が一奇跡が起きたらすごいよみたいなね。だからそういうふうな、あの、外然性の低いものにはエントリーできないのが、まあ私の投資スタイルなんですよ。FX を見ていただいてもわかりますけども、相当勝てる要素があっても私はエントリーしないんですよね。で、エントリーするときは必ず取ってると思うんですよ。しかも資金投入額が、まあちょっと大きいという形ですよね。さあ、いろいろとお話しましたけども、今日のニュースっていうのは、ついにですね、 あの、あの、大手、ゴールドマン・サックスが暗号通貨に入ってきたということと、テレグラムの資金調達が十分に、えー、できたので、もう ICO は中断して、これから実像に入っていくよというニュースでしたね。まあ、その他にも暗号通貨界、えー、まあ今はね、え好条件。 なわけですよ上げ相場になってきてますよね、さらにこれからどんどん,どんどん上がってくるような要素が出てきますけども、今日のニュースっていうのはかなりインパクトの大きいものではなかったかなと思います、えー、と暗,号暗号通貨に関してね安心材料がやっぱりねたくさん出ると、買いも入ると思いますからね、で現在、えー、リップル、XRP が90円前後で推移しているのと、まあえー、BTC があー 10, 万,10万,万、100万、105万か。 105万前後で推移してるかなってことですよね。そして、えっ、ー、と、有名なアルトコインの中でも、上位通貨の中でも、これは消えてくんじゃないかな、みたいなお話も、えー、G キャスト、モネロと、何でしたっけ、リスクでしたっけ、リスクじゃない、何だったっけ、忘れちゃった。昨日お話したんですけどね、3つぐらいはどうもどうかなっていうのがね、ちょっと不穏な空気が出てきましたということをお伝えしました。まあ、あんまりですね、一発逆転、ホームランを狙うようなものではなくて、 少しずつでもいいから資産が増やしていけるものそしてその資産が増える可能性の高いものから順番にやっていくのがよろしいかと思います、えー、今日のまとめですよね、一発逆転ホームランを狙うよりも、まあ、小刻みにヒットを積み重ねていきましょうってことですよ、ね、盗塁でもフォアボールでもよろしいかと思いますけども少しずつ確実に進むものを積み上げていくのが、まあ、大きな世界に行くとてつもない世界に行くねたった一つのコツだと思います。一発逆逆転転を狙うと逆転せずに そのまま退場ということになりますので、投資の世界って、ね、昔からそうですよね。一発逆転で大きく当てるのは、ね、上級者だけなんですよ。我々にはちょっとね、見分けがつきませんので、ちょっと危険度が高くなります。それでは本日の暗号通貨ニュース以上です。早朝からご覧いただきましてありがとうございました。